秋も少しずつ深まり、あったかいところが恋しくなる時期。となれば、これからの時期、銭湯はいかがでしょうか。ゆったりと湯船に浸かって温まりたいですよね。ということで、今回は区内の銭湯を巡ります。まずはこちら。見た目も立派な宮造りの銭湯、常盤湯です。では、行ってきます。わー、楽しみ。江東区で80年の歴史を持つ常盤湯は2023年3月にリニューアル。風情ある宮造りを生かしたまま、内装はモダンな装いになり、屋号を深川温泉常盤湯として生まれ変わりました。ここは天然温泉なんですか？そうですね、リニューアルする際に敷地内の、温泉が出るだろうと思われたところがあるんですけど、そこは掘ったところ、見事温泉が出てくれたっていう感じになりますね。リニューアルしてお客さんの反応っていうのはどうでした？やっぱりリニューアルする前は、常連さんがメインで、男性の結構年召した方っていうのがやっぱり銭湯のイメージだったんですけど、今の若い人とか、家族で来てくれる方も多くて、本当に若い人にも広まってくれてるなっていう感じがしますね。浴室は天井の高いモダンな広い空間。壁には富士山が描かれています。洗い場もリニューアルされ、清潔感にあふれています。さあ、それではお湯に入ります。まずはシルキーバスです。ミクロ単位の超微細粒子の泡をたっぷり含んだお湯が、絹の肌触りのようにお肌を包みます。新感覚のシルク風呂、軟水効果と合わせ高い保湿作用で、美容効果や皮膚トラブルの改善にも効果があると言われています。このほか、寝ながら楽しむジェットバスや、通常のお湯に比べ3倍の保湿性があるという高濃度浸透炭酸泉などがあります。そしてこちらが常盤湯自慢の天然温泉。地下深くから汲み上げられた琥珀色のナトリウム塩化光線で、舐めるとちょっとしょっぱいそうです。続いてはサウナです。男女とも遠赤外線方式で、男湯のサウナは1時間に3回各5分間オートロウリュとアウフグースがあります。しっかり汗をかくと疲労回復や美容にも効果がありそうです。サウナは別料金が必要です。そして男湯にしかないのですが、特別に天然温泉の露天風呂に入らせてもらいました。都心の銭湯とは思えないほどの開放感。外気浴するスペースもあり、いつまでもここにいたいと思える露天風呂。お湯はすべて美人の湯といわれる軟水を高純度で使用。肌はしっとり潤いを感じます。高い保温効果で血流が良くなり、指先やつま先まで温まる感じです。深川温泉常盤湯は清澄白河駅から徒歩6分、森下駅から徒歩5分。営業時間は正午から午前0時30分まで。定休日は木曜日です。深川地区からもう一つご紹介しましょう。ゆったりとした浴室が魅力の辰巳湯です。脱衣所も広く、休憩スペースが設けられています。
ドリンク類やアイスクリームも充実。浴室は男湯と女湯を合わせた天井の高い空間で、大きな浴槽が中央にあります。洗い場はその浴槽を囲むように3方向に並んでいます。男湯の壁に描かれているのは、葛飾北斎の深川万年橋下をモチーフとしたタイル画。浴槽には気泡が湧き出てくる寝湯、微量な電流を流す電気風呂、心身ともに疲れを癒すジェット風呂などのスペースがあります。そして何より大きな湯船でゆったりできます。サウナ室は 7、8 人が入れるスペース。こちらも男湯は遠赤外線ヒーターと拡散用ファン付きで、1時間に3回ロウリュと循環ファンによる5分間のアウフグースが自動で行われます。辰巳湯一番のおすすめがこちらのお風呂。水風呂の隣、樹木が植えられた優雅な庭を眺めながら入れる半露天風呂です。天気によって太陽光や雨が降り注ぐ庭、昼は昼でよし、夜は夜でまたよし、その自然を肌で感じながらのんびりと極上のひとときを過ごせます。こちらはほてった体を冷ますのにぴったりの休憩所。特に女湯の休憩所にはなぜかぬいぐるみがびっしり。実はこれ、お客さんが置いていったタオルで作られたもの。そんなぬいぐるみに見守られながらゆっくりするのもご愛嬌です。辰巳湯は清澄白河駅から徒歩2分、営業時間は午後2時から午前0時まで、土曜日曜日は午前11時から、定休日は月曜日です。続いてやってきたのは明治通り。羅漢通りから少し西に入った場所にある、その名も羅漢湯です。湯の種類が多いとのことで楽しみです。玄関を入っていくとフロント方式の受付があります。こじんまりとしたスペースですが、なぜか懐かしい雰囲気。こちらで料金を支払ってから男湯と女湯に分かれます。常連の方からはどんな声がありますか？暑くもなくぬるくもなく、ちょうどいい温度でいいですねっていう話は聞きますね。こちらの売りはどんなところですか？うちの売りは漢方湯のお風呂なんですけど、高麗人参とあと唐辛子と何種類か入ってるんですけど、体がもう温まるっていうか、ポッポするっていうか、でそれでみんなもう代謝が良くなるっていう感じですね。広い洗い場は後ろで洗う人のお湯がかかりづらいと好評だそうです。最初に入ったのはマッサージ効果のある座り風呂。浴槽の横に設置された計8箇所のジェットノズルから気泡を含んだお湯が背中とふくらはぎに勢いよく噴射されます。その勢いも疲れた体には心地よく、マッサージされている感覚です。続いては羅漢湯のおすすめ漢方薬湯です。お湯に溶け込んでいるのは高麗人参、唐辛子、鮮球、ウイキョウなど9種の生薬成分です。匂いはそれほどきつくはなく、ほのかに香る程度。気泡の効果もあって
全身がリラックス、心なしか肌もすべすべ、体の芯から手足の先まで温まります。このほか下からブクブクと空気が湧き上がる気泡風呂や、体内のイオンを調節するという電気風呂などがあります。そして男湯、女湯それぞれに遠赤外線方式のサウナも完備。じわじわと体が温まったら、良きタイミングで水風呂に入りましょう。血行が促進されます。別途サウナ料金が必要です。お風呂上がりといえばやっぱり何か冷たいもの飲みたいですよね。ということで冷えたコーラいただきたいと思います。おー、あー最高です美味しい。羅漢湯は西大島駅から徒歩4分、営業時間は午後3時から10時まで、定休日は月曜日です。それでは最後に城東地区からもう一つご紹介しましょう。昔ながらの佇まいも魅力的な銭湯、朝日湯です。入り口を入ったところの待合室で男湯と女湯に分かれます。浴室の洗い場は十分なスペースが確保され、さまざまな浴槽が用意されています。朝日湯の特徴は気泡のブクブク。例えばこちらの浴槽ではスイッチを押すと、あらゆるところからバブルジェットが噴き出し、マッサージ効果を得られます。隣は背中にバブルジェットを当てるタイプ、体に心地よいこと間違いなしです。その他にも至る所で泡がブクブクして波が立ち、一風変わったお風呂気分を味わえます。季節に合わせた薬湯も良い。こちらも下から湧き出るブクブク感覚を満喫できます。遠赤外線方式のサウナも完備。水風呂はもちろん、外気浴するスペースも用意されています。朝日湯の自慢は何といっても露天風呂。まずは男湯から。天井からまろやかな日の光が差し込むその下に露天風呂があります。壁に使用されている無垢材が落ち着いた風情を演出。隠れ家ならぬ隠れ湯的な雰囲気を醸し出しています。続いて女湯、こちらは趣向が変わって岩風呂風。岩の上から流れ落ちるお湯が湯船へと注ぎます。都会の喧騒をひととき忘れ、のんびりゆったりずっと使っていたくなるような露天風呂。すぐ隣には休憩所もあります。朝日湯は旧笠江橋バス停より徒歩1分、営業時間は午後3時から10時まで、定休日は火曜金曜日です。今回は4つの銭湯を紹介しましたが、区内には全部で19の銭湯があります。薬湯やサウナ、露天風呂などそれぞれに特徴があります。高い天井、広い浴槽でゆったり湯に浸かれば心も癒され、体の疲れも回復すること間違いなしです。皆さんもぜひ区内の銭湯で温泉気分を味わってみてくださいね。次はどこの銭湯に行こうかな。